見てみる。カレーとかも食べるらしいですよ。晴れればいいね、うん、晴れるべ晴れそうな気がするけどね。これ10分か15分ぐらいかな。10分か15分きついねこの坂。ゆっくりの方がいいよ。ゆっくり行こう。やっぱり人が多いね。九十平日なのね、うん、初めての九十あ、白い。やっぱり白かったね。ねえ、さっき青空出てたのにね。なんか見える？心の目で見えるよ、九十が。18度で涼しいけど、ミストのおかげで湿度 90%、 胸がちょっとゴロゴロする。喘息ちゃんが顔を出しかけてます。あ、なんか景色が変わった。おお、急に岩岩になった。口行くんでしょ。九十さんって方じゃないの。九十さすがの看板だ。口行くんや。晴れてたら、あ、阿蘇が見えるんだね。阿蘇も見えるよね。九十三星の中、こうだっけ、星の中だっけ、高だっけ。そうなんだ。なんか出たよ、明るいところに。行き始めて30分ぐらい。でも真っ白だ。残念ながら真っ白。すごいね、岩、石、うん、岩、ゴロゴロしてよ。いしょ、はい。これなんて、靴掛け山。靴掛山って読むんだよね。1503m。 靴掛山か靴掛山かわからないけど、登りましたね、一座目、はい、記念の九十一座目。うわ、落ちそう。カメラ気をつけて。あと2段。そう、最後は届かんよ多分。本当？ちょっと鎖持っとった方がいい。いや、本当だ、足がギリギリだ。よいしょ。ああ。1キロ来ました。まだ1キロ。頑張ろう。晴れんかな。晴れんかな。まだ可能性はあるな。まあ今日一日の中でどこかで晴れてほしいね。またここにいてた。この岩を回避したかったな。なんか自信満々で戻ってきたんか、またおかしいなあらって顔しちゃったすごいびっくりした今大岩を回避したつもりやったのに、ぐるっと待ってた。黄色い印、このペンキの印を、うん、印の岩を余計に乗り越えたことになったわ。大岩を乗り越えて、あの岩の下に出たって思ったら、また岩の上に出てきた。
かしいな。こんな登山道初めてだね。初めてだね。面白い山だね。見たことない景色だね。見えてきたよ、山が。ちょっと晴れてきたというか、これはガスが抜けるかな、切るには。やっと周りの景色が見えたね。よかった。すごいね、これ。なんか山じゃないみたいな道やね。ね、どこ歩いてるんだって感じ、ね。あ、こっちもちょっと見えてきだした。あ、こっちも少し。もうちょっとだ。うん、ほら、藤井渡れ。山のシルエットがちょっと見えるよ。ちょっとこのシルエットが、ここにもこう。お、見えたよ。ちょっと太陽が照り出した。九十分かれの避難小屋。見えてる見えてる。あ、着いたね。ちらっと見えてます。あ、見えてる見えてる。よいしょ、着きました、到着。これが松尾さん。避難小屋見てみる、本当だ、まだ木の匂いがするね。綺麗だね。すごい、すごい、びっくりした。なんでと思いましたね。びっくりした。私彼女いねえからヤギを大が女の子なんですか、ね、モテてる。すごいすごい。あ、これが九十だね。
美しいね、景色だね。ねえ。ヤギちゃんは九十に行ったの？すごいすごい、あーすごい、晴れてきた。あそこを登っていくんだね。ぐーんと結構あるな。ここを抜けたらあの稜線に出るな。右はすごいね。いや左もすごいんだけど、右が様子が変わった。もう遅れ気味です。ちょっともうね、登山計画から1時間遅れてるから、うん、下山はもうとにかく立った立った降りよう。立った立った降りれる、立った立った降りれる。なんかご飯を先に食べるか。温泉は遅くまで空いてるやろ。温泉は遅くまで空いてたよ、うん、じゃあもう下山してから決めるか。そうしよう、うん、だけどもうちょっとやね、これ、うん。もう着きました。見たよ。あー、私が見たかった。はい、着きました。着いやー、だってこれがしたかったんだよ。足が疲れる。足は疲れるけど、この三池をぐるりと回ってみたかったのよ。そこの稜線まで出て、うん、右側に行ったら中だけ。うん、あ、稜線出たね。あれが天狗ヶ城っていう。こっちが中だけ。すごい険しいね。ね、険しいね。わあ、ちょっと経験する。いけるかな、このまま。行く？一気に。よいしょ。おいしょ。おっと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 。わあ、なかなかに険しいね。届きません。あ、足と手が超微妙に届いてない。わあ、高い。
風が強くなってきた。うん、風が強い。もうちょっと、よいしょ。すごい。ああ。おお。休憩はどこでもいいんだけど。ねえ。この辺でもいいよ。特上なんじゃ。ドリフの風味広がる上等スープだって。だって2回行ってタイの風味に濃いスープ。もう晴れんかな。風に吹かれる。降りてきた。中岳ね。降りてきました。ここまで。天狗ヶ城だったっけ。天狗ヶ城。天狗がなんとかよ。あれに登って迂回して帰ろうか。うん、30分ぐらいかなぁと思うんだけど。よし、こうこうやって見たら登れるんかなって思うね。まだその力が残ってるかな。ビーケがキラキラした。キラキラした、うん、日が当たったね。やっぱり岩岩だね。あー、景色すごい。あそこ上に黄色あるから、うん、来ました。そう、高い。着いた。天狗ヶ城だった。天狗の城だった。1780m。 1780m。 あ、登れた。登れた。でも真っ白になったね。さっきまでいた中岳。天狗ヶ城、さよなら。戻り
十分かれまで下ってあそこまで戻って下山です。頑張ったねってまだ全然終わってないけど帰り長いね。うん、いやでもね簡単にね歩けないからね、サクサクタンタンって歩けないよまだ足つってないしね今んとこ。ほら池のこっち側に出たね。出たね、一周回れた。この下山が地味にしんどかった。またの機会にとか言って本当に来るんかないや来るよね。でも五月寺の方にも行ってみたいしね。今日一番の青空、すぐ逃げそうよ。この景色まで帰ってきた。九十別れの避難小屋も見えてきた、うん、もうちょっとで着くね。少し休憩。立ってる光ってる、綺麗。もう誰もいない。どこ一人いません。すごい、登るとき見れなかった景色見れたね。初めての九十はどうでしたか？あ、保存がガスが取れた。思ってたのより何倍も良かった。あれ朝降りた木のはしごじゃない？わあまだまだあるね。遠いね。あと1キロ。この上がくつかけ山で、こっから降りてきたの朝は。こっちから行けるの？あ、ロープが滑りそうやね、これ。靴掛山まで戻ってきました。こっちから帰ります。コンクリートの道になった。あと少し。駐車場が見えたよ。あと少し。岐阜岳見えた。朝見えなかったけど、やった。計算しました。ありがとうございました。